納豆さん、納豆三兄弟。腹減ったね。はい、お腹減りました。今日のご飯なんだろうね。ママが納豆を使った特製料理を作ってくれるから楽しみですね。それではみんなでいただきます。今月の納豆レシピ、家族で納豆三種巻き。詳しくはホームページでね。